はい、どうも、大神です。さあ、というわけで今回は、ある保護者の方からいただいた質問にお答えしていくという動画になります。ご質問どうもありがとうございます。はい、質問ね、こういうものでした。来年中1になる息子の塾探しをしています。自転車で通える距離に個別学習塾3件、集団塾2件を見つけ、問い合わせをし、今度お話を伺いに行くことになっているんですが、先方を伺った際にどういうところを気をつけてみた方が良いのか、まあ、いい塾悪い塾の共通点、などあれば教えてください。で、またそもそも息子にとって集団塾がいいのか個別学習塾がいいのか、その辺の決め方もあれば教えてくださいという、ご質問になってます。どうもありがとうございます。まず集団塾がいいのか個別がいいのかっていうのは結構ね、話すと長くなるんで、これはですね、別の動画、集団 VS 個別っていう動画を別に撮ってありますんで、概要欄の方にリンク貼っておきますので、まずね、そこを見てください。すごくね、いい質問です。まず集団か個別かね、ここを間違っちゃうとね、元も子もないですからね、まずそこ結構ね、大事なところをお母さん、気づいていらっしゃる。まあ、今回はこのお母さんが塾に行った時にどういうところを見たらいいのかなっていうご質問だったんで、その辺ね、なるべく端的に答えていきたいと思います。じゃあまずね、結論なんですけど、チェックポイントですね、6つあります。1番駐輪場があるか、2番家から近いか、3番スタッフの質、4番トップ号実績、5番口コミ、6番定期テスト、この6項目になります。で、1番駐輪場があるかなんですけど、まあ、比較的遠い立地でも駐輪場があるとね、通塾圏内になります。はい、だからまあ選択肢もね、塾の選択肢も増えます。で、中学生になっても通い続ける場合ね、部活で忙しくなっちゃうんですよね。だから結構ギリギリの時間に通塾、要は学校がね、夕方まで、特に夏なんかは夕方までね、結構遅い時間までやったりするんで、まあ、塾だと、その後もう急がないと間に合わないっていう時に自転車で行けるってなると非常に便利ですよね。なので結構大切なポイントになります。で、気に入った塾にね、駐輪場がない場合、まあ、ほとんどないんですが、最寄りの有料駐輪場があることが多いので、まあ、探してみましょう。ただね、最初からね、駐輪場あるところ探しちゃうと一番楽なんですけどね、なかなかないところも多いんで、その辺は実際に通ってる人がどうなのかっていうのをね、聞いてみるといいと思います。もしね、駐輪場がないっていう場合は、まあ、その辺ね、じゃあ実際通ってきてる子たちどうしてるんですかっていうのをね、聞いてみると非常に参考になると思います。これ結構ね、地味な話題なんですけど、すごい大事で、しょっちゅうですからね、週に2回3回行きますからね。で、その都度自転車を置くとこ困ってるようじゃね、ストレスになりますから、ここ結構重要なんですよね。で、2番目、で、家から近いか。で、これはね、通うのが楽かどうかっていう話じゃないんですよ。ここ誤解しないでほしいんですけど、同じ学校の子供が多く通っているかどうかが重要なんです。ここ結構大事で、これはまあ事前に口コミ情報を聞きやすいっていうのもあるんですけど、まあ、それ以上に中学生は何が大事で、定期テスト対策が大事なんですよ。で、その定期テスト対策の質が変わってきます。当然同じ中学校の生徒が多い塾の方が、その学校の定期テスト対策は充実しているのですよっていうね、単純な話です、ね、1人しか通ってきてませんっていう中学校の情報ってその塾も持ってないから、当然多い方がいいんですよね。で、時々同じ学校の生徒がいない塾をわざわざ選んで探して遠くからやってくるっていう親子がいるんですけど、これはもう損です。損だから、よほど何らかね、やむにやまれぬ事情がない限りは、同じ学校の生徒がたくさん行ってる塾が一番いいに決まってるんで、そういう風に考えてみてください。で、3番目、スタッフの質なんですけど、実際そこで働いてる、教えてる先生たちがどんな感じなのかっていうのは結構ね、大事ですよね。これ物売ってる商売じゃないから、人対人なんで、ここが一番気になるところなんですけど、基本的には言葉より行動を見ましょう。言葉より行動を見る、まあ、これ何にしてもそうなんですけど、口ではね、いいこと言うに決まってるんで、お宅はちゃんと教えてるんですか、この塾は月謝払うだけの価値があるんですかって聞いてもしょうがないじゃないですか。まあ、いいことしか、ね、言わないんで、口だけ人間っていうのが世の中めちゃめちゃ多いですから、聞いてもしょうがないんですよ、基本的には。だから行動を見る。で、行動を見るって言ったってね、その時授業やってるわけじゃないし、その時ね、一生懸命働いている場面っていうわけじゃないので、話を伺いに行くわけだから、じゃあそういう時に、ね、どこを見て判断するのかっていうのを
お伝えしたいと思います。まあ、塾に関して言うとですね、校舎内がまあ綺麗に保たれていれば、まあ、そうじゃない場合に比べて統制が取れているんで、コミュニケーションも正常と判断できます。だからここにいるスタッフ同士ね、先生同士のコミュニケーションがまあ正常に取られていると。でこれ結構大事で、コミュニケーションがちゃんと取れてないと情報共有がしっかりされてないっていう意味になっちゃうんで、子供が集まる場所でそれだと結構危険なんですよね。じゃあ例えば何か持病がありますっていうお子さんが入ってきた時に、それがスタッフ A 先生から B 先生にちゃんと共有されてるのかで、 B 先生 C 先生って共有されてるのかっていうのが結構大事だよね。それ知らないでさ接してて何かあったらまずいじゃないですかっていうので、だからね、コミュニケーションしっかり取れてるかっていうのが、まあ、大事なんですよ。でコミュニケーションしっかり取れてない校舎にありがちなのが、まあ、汚いっていうのがね、校舎内が汚いとかいうのが結構ありがちです。じゃあね、具体的にそれじゃあどこで判断するのかっていうところをお伝えすると、綺麗かどうかここ見たら一発で分かりますっていうのが大体4箇所あるんですけど、下駄箱、傘立て、蛍光灯、エアコン、このね4つです。下駄箱、傘立て、蛍光灯、エアコン、この4つ全部綺麗だったらまず合格です。はい、合格っていうか、あの悪くはないっていう言い方ですかね。はい、まずね、下駄箱とかエアコンって汚いところを掃除したくないじゃないですか、誰でも。うん、だからちゃんと統制が取れてる、指揮系統がしっかりしてる塾じゃないと、あの誰がこれをやる、誰がこれをやるっていう分担がなされてないと、なんか様子見ちゃって押し付け合っちゃうとかね、うん、とかもあって、あのうまくいってないっていうのがそこに現れちゃうんですよ。まあ、要は汚くなっちゃうわけね。うまくいってない空間だと汚くなっちゃうんですよ。なので、まあ、そこ分かりやすいですよねっていうのと、あと傘立ては結構ね、傘置いてその水滴が下に溜まってホコリが付着してっていうので、結構ね地味なんだけど、あのそういうところが気にならないスタッフが多い塾だと汚れてますこのまま、でそこってね、あの風景化しちゃうんですよね、そこに毎日いるスタッフにとっては。でも保護者の方とかね、新しい、生徒が来たらさ気づくじゃないですか、っていう感覚を持ってるかどうかっていうのがそこで分かります。だからね、傘立ての下がね汚いとかっていうのは、あそういうとこまで、気がつかないんだなっていうね判断に当然なりますよね。だからそこが綺麗だと逆に、あちゃんと見てるんだなっていう一つのバロメーターになります。あとね、典型的なのは蛍光灯ね、蛍光灯がねチカチカしてるとか消えてる状態でつい刺さったままだとかね、蛍光灯がこうあるのくっついてんだけど、天井にくっついてんだけどついてないみたいな、ついてないというか切れちゃってるね、とかそういうのが放置されてる、これもなんかしっかりね役割分担できてない校舎だなっていうのがそこで、まあ、バレちゃいますよね。まあ、そこはね比較的簡単に誰でもパッと見てね、分かることです。ただ事前にそこ見ようと思っていかないと見ずに帰ってくるのが普通なんで、結構なんか今普通の当たり前の話したように思うんですけど、まあ、そこね大事になってます。だってそうですよね、直接話聞きに行くって言ったって、質問するって言ったって、あなたたちはちゃんと働いてますか、月謝払う価値がありますかって聞けないじゃないですか。だから聞けない以上、じゃあそういうところで、まあ、見て判断していくしかないわけですよね。で次、4つ目、トップ校実績。まあ、これは地域で評判の学校にどれだけ合格できているかっていう話ですよね。これが最も端的な指標になります。これは指導力の問題ではなくて、優秀な生徒が多く集まる塾なのかどうかっていう基準になるんですよ。またそういった生徒の、まあ、トップ校に合格するような生徒たちの保護者の人たちっていうのはとてもその教育熱心だし意識が高いんで、その親たちに選ばれてる塾だから、まあレベルはそこそこありますよねっていう話です。で5番目が口コミです。でこれはちょっと注意なんですけど、塾探しをするときにほとんどの保護者の方は口コミをすごくね気にするんですよ。でそれは当然の話だし大事なんだけど、注意したいのは、塾っていうのはさっきも言ったように物を売ってないんで対面対人なんですよね。要はねコミュニケーションビジネスなんですよ。だから結論から言うと、合う合わないがあります。で合わない場合って少なからず要するに不満を抱くことになるのですよ。あくまでそれはその人にとっては合わなかったっていう話であって、イコールその塾の評判、その塾の評価にしちゃ危ないです、危険です。あくまでその A さんは合わなかったよねっていう話で、 B さん C さんも合わないかっていうとそれ別で、 B さん C さんはすごい評価高いかもしれないじゃないですかっていうのが、まあ塾なんですよ。だからこれは悪い話もいい話も同じで、問題なのは我が子にとってどうなのかっていう話なんです。だから口コミはあくまでね本当に参考の参考レベルだから、よほど悪い話聞かない限りそれをその塾の評価にするのはちょっとね危険なんで、冷静に口コミは使ってください。
はい、で6番目、定期テスト対策。定期テスト対策をしっかりやってる塾はいい塾です。これも間違いないんですけど、で理由は定期テスト対策がめちゃくちゃ塾屋にとってめんどくさいからです。すごい手間かかります。学校ごとの過去に実際に出題された定期テストを全て集めて、中1、中2、中3、英数、国、理、社、技能4科もあったら9科目、年間に4回あるテストを全部全ての中学校集めて分析してそれをやるっていうのはね、非常に手間なんですね。だから多くの塾がやってないのが事実です。言ってても言ってるだけ。だって学校で今度理科の定期テストが光音力やりますって言って、塾で光音力の授業をやったらそれで対策してるって言ってもいいですよね、別に。っていうので、まあ、それが一番簡単なんで、まあ震度範囲をだいたい聞いたらそれに合わせた授業をやってる、まあ、それでやってることにしてしまうっていう塾がまあ多いですし、下手するとそれすらもやらないで学校のペース、進度完全に無視して塾は塾のペースでやります、全然違うとこだけど関係ありませんっていう塾さえもね、あります。で本来だったらその学校学校ごとの過去に出題された過去問を全て回収して、全科目回収して全部見て分析して解いて、じゃあこういう授業がいいのかなって組み立てて、さらに学校ごとで配られているプリントなんか副教材とか全部調べ上げて、できればそれを使ってやっていくっていうのがまあ一番いいわけですよね。だってそこから出るって言われてるんですから。似たような範囲を他の教材使ってやるよりも、その学校で実際に配られているプリントだったり使っている副教材だったり使ってやっていくのが一番いいわけじゃないですか。ただこれをやるともうめちゃめちゃ手間なんですよね。だからやってないことが多いです。そんな定期テスト対策をまあしっかりやってる塾って当然いい塾なんですよね。だから生徒のためにすごい大変なんだけど頑張ってやってるわけだから、結構ねそこが判断材料になります。で定期テスト対策についてはこれまたすごく長くなっちゃうんで別の動画で紹介してますんで、動画概要欄にリンク貼っときますんで、よければ見てください。はい、以上塾のチェックポイントでした。いい塾きっと見つかると思うんでね、頑張って探してみてください。以上ですと言いたいとこなんですけど、ちょっとこの後まだね話が続きます。結構リアルな内容になっちゃうんですけど、まあ、中学生もね、まあ、聞いててもらっていいんですが、主に保護者の方向けにね話をしていきます。まあお母さんたちが頑張って塾探しますよね。で決める、で子供も通い出す、で最初のうちは新鮮なんでね、なんとなくまあ楽しそうにね行くんですよ。ただね塾っていうのは、まあ、高校受験まで基本的にはね続けて通うわけですから、まあそれなりの長い期間ね、2年とか3年あるわけですよね。で考えた時に何が言いたいかっていうとですね、どんなに頑張って決めた塾でも辞めたいって子供が言い出す日が必ず来ます。でこれはねあらかじめ想定しておくべきことで、子供はねやっぱりね基本的に勉強好きじゃないんで、まあ塾ね行かなくていいんだったら行きたくないわけですよ。でその塾から解放される可能性を感じたらもう止まりません。でもやめたい一心であることないことを言い始めます。でその際のね定番を事前に教えておきます。まず一つ目が自分でできるだけやってみたい。これがね定番なんです。結構言うんですけど、これ通訳すると自分で計画を立てて行動し、わからない問題も学校の先生にしっかり質問して解決しながら一生懸命勉強しようと思うの意味なんです。そういう意味なんです。これはね少し考えると嘘だってすぐにわかることなんですけど、 親心ね、お自立心が出てきたのかなって誤解して喜んじゃって賛成してしまうっていうことがね結構あります。で塾にね確認すればこれすぐに分かることなんですけど、この手の子供は宿題を出さないとか、またやってないとか、補習の約束をしても来ないとか、欠席がちとかね、というのがもう基本中の基本、まあ、欠席がちっていうのが多いですけどね。このセリフを聞いたらまずはね塾に問い合わせしてみてください。しっかり聞かないと塾側もね子供の悪いことって積極的には言わないですよね。それはね預かってる子供、ここが悪いここが悪いってね親御さんにさ積極的に言うってちょっと人情としておかしいじゃないじゃないですか、そんなね悪いことばっかり言うって、うん、だからねちゃんと聞かないとやっぱ言わないことが多いですよね。なので今みたいな場合は聞いてみてください。で2つ目なんですけど、授業が分かりづらい。でこれも定番なんですけど、この手の子供がさっきの生徒よりも、まあ、たちが悪くて、どういうことかというと、他者を悪者にすることで難から逃れようとするタイプなんですよ。塾とか学校で忘れ物して怒られるときに、いやお母さんがみたいな、これ反射的に言っちゃうタイプなんですよね。
いやお母さんがとかっつって、うん、なんかね自然と出ちゃうんですよ。あの全然ねお母さん関係ないのに、いやお母さんがとかってね言っちゃうタイプ、これ結構いるんですけど、もう親のせいにするっていうね、子供も結構います。でこのタイプはね本当ね、あの周囲の評価を傷つけながら生きていくんで、将来的に大きな損をすることになっちゃうんですよ。で分かり次第注意してあげないといけないですよね。最初はまず確認するっていうのがねとにかく大事。確認する、さっきの話もそうなんだけど、まあ、確認するっていうのが大事で、お宅の塾の授業は本当に分かりづらいんですかっていう質問をしても全く意味ないですよね。で、まあ、大事なのはこの聞き方をしてください。うちの子は授業中の様子、宿題の提出状況どうですか、詳しく知りたいんですけど、そしたら言わざるを得ないですね、相手もね。間違いなくその場合ね惨憺たるものです、返答は。うん、ひどいものだと思いますよ。で結局ねまとめると、塾辞めたい理由って勉強したくない以外にないんですよ。これはね本当にね、お母さんたちはねやっぱりね子供の味方ね、これはもう本当に親心で分かるんですけど、本当にね親として子供が大事だったらこれは本当分かっておいた上でちゃんと子供に接していかないと、子供のためにならないんでね、大事な子供のためにならないんで知っといてほしいんですけど、もう一回言いますけど、塾を辞めたい理由って勉強したくない以外にないです。でこれは勉強できるようにならない理由が勉強してないから以外にないっていうのと同じでシンプルなんです。ただしねそれをやっぱりいろんな言い方してくるんで、ちゃんとね本質を見極めてちゃんと確認をして何事も判断していってください。基本的にねあのなんかねこう塾行っていじめられてるとかね、そういうのがない限り基本ないですから、またね、うん、あのそこは確認をして、判断していってください。ほとんどの場合ねやっぱりやりたくない以上みたいな感じなんで、そこでお母さんが、親がどういう接し方をするのかっていうことで全て決まってます。だからね学力学力って言うんだけど、実際はね塾とかそういう話、頭の良し悪しとか、お子さんの頭の良し悪しとか、行ってる塾だとか授業形態だとか、そういうことじゃなくて、結局ね突き詰めていくと親子関係が結構大事。この話も結局ね親の話なんです。子供に対してベストな接し方ができるかっていうのが大事になってきます。はい、というわけでチェックポイントは以上になります。いい塾ね見つかると思うんで、ぜひ頑張って探してみてください。今回の動画が役に立ったという場合はグッドボタン、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どんどんねいい動画作っていきたいと思います。そのモチベーションになるんでぜひよろしくお願いいたします。それではいきましょう。勉強なんて誰でもできる、やればいいだけ。 So just do it! See you!